蝶玉博は中華民国の軍人。北京政府、法天派に属し、特に山東省を拠点とした蝶総省の配下として活動した。字は雲山。青年期は緑林の都として活動した。最初は暗記と徳柏文城の軍に加えられている。しかし、1913年に蝶総省配下に転じ、蝶玉博は栄長となる。 1917年、朝が、兵国省から第六根性旅旅長に任命されると、朝はやはり英朝として動員された。同年に、朝がしばらくヘンリ軍第一支支長となると、朝は団長に昇進している。1921年に、朝総省が厚生省で軍を創出しても、朝玉博はこれに従い、共に法天派に加わった。以後、第三混成旅。 第五十弾団長、第二十八根性旅旅長を歴任した。1926年、長は、自家路ラネ軍第一軍、副軍長兼前敵総指揮に任命され、兵局省の国民軍を撃破している。この時の功績により、直令軍務、ただし弁県直令省長に任命された。しかし、1928年に法天派が、中国国民党の北伐軍に敗北すると、 長と蝶はゲアした。その後も蝶玉白は朝総省のために三島省二川東一帯で活動し再起を図った。しかし1931年、かつての部下であった国民革命軍第21市長金山東省政府委員の竜、新年に二川東で捕獲され生き埋めの刑に処された。去年45、ありがとうございます。